トルコ語版、ウィキペディアロゴ、下部の文字部分が、オソールディックバーによって隠されている。トルコ語オソールディックは、ウィ・ミスター・キーと呼ばれる。トルコ版、ウィキペディアの閲覧制限前後のページビュー推移2017年、トルコのウィキペディア閲覧制限とは、2017年4月29日以降、トルコ政府によって、トルコ国内から、 すべての言語のウィキペディアへの閲覧が制限された出来事である。この制限はトルコの法律インターネット検閲法第5651条の発行、英語、インターネット報道の調整及びこの分野で行われる犯罪対策についてによって行われた。裁判所による閉鎖の理由はシリア内戦を支援しているとして、 トルコを批判する二つの英語のページが削除されなかったことで、この二つのページが削除されれば、ウィキペディアへのアクセス禁止も撤廃するとされた。2019年12月26日に、トルコ憲法裁判所がウィキペディアへのアクセス禁止措置は、トルコ憲法に照らして意見であると判断。2020年1月15日に、アクセス禁止措置が解除された。 多くの国がトルコをシリア国内のテロ勢力に資金援助していると非難していた。2014年10月、ジョー・バイデン米国副大統領はトルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦はアサド政権に抵抗する者たちへ数億ドルと数万トンの武器を投入したと証言した。このブロックは2017年4月16日に 開催されたトルコ憲法改正国民投票の2週間後に行われた。4月25日、トルコはシリアとイラクにあるクルド人民防衛隊、クルド女性防衛部隊、クルギスタン労働者等施設へ空爆を連続して実施した。シリア民主軍は、もしアメリカがトルコの空爆を止めさせなければ、進行中の落下占領作戦から手を引くと脅した。これに応じ、 アメリカはシリア民主軍勢力圏とトルコ国境間の巡視を始めた。4月26日、2016年から17年までトルコ国内の粛清が続けられ、クーデター阻止のためギュレン派戦9人を拘束、さらに警官9000人を停職にした。4月29日、オンライン百科事典、ウィキペディアへのアクセスを完全に遮断、テレビのデート番組を禁止し、 公務員3974人を解雇した。イスタンブルビルギ大学教授、ヤマン・オクデニツによる異議申し立て後、アンカラ第二平和民事裁判所は、ブロックの原因は以下の記事であると述べた。2017年5月3日、ウィキメディア財団は、アンカラ第一刑事裁判所に異議を申し出たが、5月5日に裁判所で却下された。判決では、 違反しているページが削除されなかったため、全言語版へのブロックを継続すると述べられた。トルコの情報通信技術庁の責任者、オーマー・ホティサイアンは、決定が履行されない限り、ウィキペディアへのアクセスはできない。と説明した。同日、情報通信技術庁は、以下の公式声明を発表した5月2日、イスタンブール氏は5月15日から18日に、 開催されるスマートシティに関する世界都市博覧会のゲストリストからウィキペディアの創始者ジミー・ウェールズを削除し、その決定をジミー・ウェールズに伝えた。ウェールズはウィキペディアのブロック後も私は訪問を楽しみにしています。イスタンブールは私の好きな都市の一つです。とコメントし、出席の意向を伝えていた。 2017年4月29日のブロックが行われた当初、ウェールズはツイッター上で情報へのアクセスは基本的な人権である。トルコの人々よ、私は常にこの権利のために戦う人たちと共に、他党とコメントしていた。技術的に閲覧制限ができないインタープラナテリ、ファイルシステム上にトルコ語版、ウィキペディアのコピーが作成された。ありがとうございます。